こんにちは、こんばんは、クリームです。今回は前回に引き続き、ロシアの極真ファイターセルゲイ・オシポフ選手のまとめ動画です。ロシアのプーチン大統領のボディーガードを務めていたことがあるというとんでもない経歴の持ち主で、極真では類を見ないスピードのハイキックで恐れられました。そのハイキックは角度、タイミング、スピード、蹴るまでのフェイントも一つ一つが洗練されており、攻撃が来ると分かっていても防ぐことができない見えないハイキックで、極真の歴史から見ても1、2を争うハイキックの名手です。それではセルゲイ・オシポフ選手のまとめ動画をどうぞ。初戦となる2回戦ではその不気味さを十分に漂わせていますセルゲイ・オシポフ。だからまだ分からないですよね。分からないところがありますね。何かね、復活のきっかけを探りつつある状況です。池田正人、早いですね。あの空振り一発でも非常に力を感じさせる、そんな感じがしますね。戦いもこの終了間際にゆっくりとゆっくりとプレッシャーをかけてくる、そんな戦いの仕方でしたが、ここも左の鍵付き、右の強化、引いた。試合終了間際、両者受け止めました。これから延長戦の2分間です。近い距離になりました。本戦の3分間は月を中心にした組手を展開しました両者。またこのセルゲイ・オシポフがほとんど何か多彩な攻撃を出してこなかっただけにですね、何か来るんじゃないか、そういった不気味さがあります。不気味ですよね。フォーターフェイスですし、付き合いになっています。田中健太郎が谷川さん、また視線を外しませんってことですよね。多分ね、かなり強烈なパンチだと思うんですけども、はい、下がりながらも絶対打ち返してますからね。